嵐会ですね。ドラキュラの復活、輝け正義の十字。ここが影の森だが、ドラキュラはどこにいるんだろう。それと月の跡は何者なんだろう。いたな、ドラキュラ。こんなところに隠れていたのか。お前たち、なぜここが分かった。お前たちに分かるはずがないのだが、問答無用だ、行くぞ。
ラキュラ。少し血を失ったが、この私は不死身だ。くそ。うお、この光は。くく、今日はここまでですな。みんな、大丈夫だったか？君は？私は月乃は。みんなに連絡したのはこの私だ。あなたが月乃はですか？いろいろありがとう、月乃は。千車島の西洋怪人、ドラキュラは、十字の光に弱い。この光を使ってドラキュラにとどめを刺すのだ。サムライト、いつまでもドラキュラは復活する。そうだったのか。それでドラキュラはどこに行ったのでしょう。あなたにはわかりますか。おそらくドラキュラはこの洞窟の奥に隠れたのだ。どうもこの洞窟、ドラキュラの根城のようだからな。それに洞窟の中なら十字の光が差すこともない。なるほど、ありがとう月乃は。なり、大したことではない。では、いろいろ月乃に教えてもらったが、月乃とは一体誰なんだ。ま、誰だろうと我々の味方であることは間違いない。さあ前進だ。月乃はこの洞窟の奥と言っていたな。ここにドラキュラがいるんだろうか。またか。どうして私の居場所がわかるのだ。俺たちには月乃という強い味方がいるんだ。月乃は、はて、どこかで聞いたことがある。そいつが私の秘密を知っているというのか。とにかくここは下人ども。ここを任せたぞ。どこに逃げても同じだ。逃げ切れるものか。よし、ドラキュラを追うぞ。驚いたな。洞窟を出たら家の中とは。こんな仕掛けがあるなんて、ここはドラキュラの家なんだろうか。懲りない奴らだ。どこまでもどこまでもまだ来るか。ドラキュラ、今日こそお前の最後の時だぞ。私は不死身だというのがわからないのか。誰にでも弱点はあるものだ。行くぞ。
もう硬いな。カレーライスをV3に。フフフ、いい運動だったぞ。だが効かんな。まだ月の間から教わった十字の光だ。私の弱点を知っているのは血車党の仲間のみ。なぜなぜなぜ。やっと倒した。ドラキュラもこれで終わりだ。よくやった。よくドラキュラを倒したな。月乃は、みんなあなたのおかげです。だがこれからも戦いは続くのだ。用心しろよ。血車党を甘く見てはいけない。あ、月乃は。血車党のことをよく知っている月乃は。月乃はの正体は実は、いや、月乃はが誰であろうとも、悪と戦う正義の心を持っている人に間違いはない。血車党が滅びるまで共に戦おう、月乃は。復活した西洋怪人ドラキュラは、月の輪と名乗る謎の人物の協力により再度倒された。月の輪の正体は、ヒーローたちと何か関係があるのだろうか。それともこれも恐怖の血車党の罠なのだろうか。